はい、メッチチャンネルです。今日は初めてこのコテヘアアイロンを使ってみたいと思います。先日ヘアカラーした時に美容師さんに初めてこのコテこうやってもらったんですよ。ほんでめっちゃまっすぐなって、カラーの8日間洗ってなかったんですけど、これはちょっともうちょっと気になって、僕元からちょっと癖なんですよね。だけどもうストッパーも当てたことあるんですけど、今最近は何も当ててなかったんですけど、あんだけストレートになったらやばいと思ってちょっと今回ちょっと買ってみました。これがサロンムーンミラーイオンチタニウムストレートアイロンっていう、3500円600円でアマゾンで買いました。それをちょっと一回使ってみます。これオフってなってるんですか。これ電源オン180何でしたんやろ。もうちょっと調べたら160度いってるけど140度にしてみます。140度、なんか上がってきてる。44、なんかこれ触ったらずっと熱いと思うんで、ちょっとどうなるのか。あ、上がった。どうなるの？だんだん上がってますね、数字が。このヘアアイロン。今日100度。早いっすね。これ30秒以内に、には、早いっすね。すごい。はい、行きました。これでちょっと今からやってみたいと思います。はい、今、全部。アイロンを、まあ適当なんですけど、やってみたけど、めっちゃサラサラになります。これめっちゃまっすぐ。エグい、これ。簡単。ね、串通りがもうすごい、これ。すごい、これ。これ絶対おすすめですわ。簡単。でも、この後ちょっとオイルでも飲もうかなと思いますわ。めっちゃサラサラ。すごい。びっくりした、これ。初めて。今回セルフでやったの初めてやけど、これが3500円でできるってもうめっちゃいいですね。だから髪長いから慣れないから大変なんですけど、簡単に適当にピンピンピンってやったらいけました。これ絶対これおすすめ。ヘアアイロンのおすすめ。メッチチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。これからもサラサラでいきます。メッチチャンネルよろしくお願いします。登録お願いします。